あなた、渚ちゃんとどこまでする気？どこまでって？エッチ的なことよ。え？エッチ的なこと？どうなのよ。ところで、実は栗と芋を使ったデザートの試作品があるんですが、なんと食べたいのだ。遅くのデザートとは罪深い。おや、アップルパイを作ろうかと思ってね。せっかく君が買ってきてくれるって言うから。ああ、なあシエスタ、それでリンゴは？ごめん、したい気持ちはある。やっぱり！いや、ごめん、もっと正直に言えば、君は二度と私のエプロン姿を拝めないと思った方がいいよ。おいおい、嘘だろ。ダージリンか、いい香りだな。どこに行くのかな。これ読んでください。これは昨日の試合、すっごくかっこよかったです。何が無事だ。俺はいつか海賊王になる男だ。ワンダでは拙者は、いつかは我の国の将軍になる男でござるわ。うぅ、何よこのうなぎ。つど高いぞ。そら、あんたあなた、猿に向かって進めたぞ。秋の味覚もほどほどに。実は私は太らない体質なのだ。私も栄養はお胸に行くのです。スイーツ同盟は永久に破棄ですね。サキちゃんとミナセさんと三人でしたいと思ってしまった。三人でするとか、もうやめて。本当にごめん。でも違うんだ。うん、アップルパイによく合うんだよ。それだけを楽しみに生きてきたのに悲しいぜ。いや、悪かった。この埋め合わせは必ずするから。やめい、モモロスケ、恩人であるぞ。すまん、ルフィ殿、多めに見てくれ。わっぱなれど我の国の武士、気ぐらいが高い。俺には決して忘れてはならない場所がある。ゴブタ、シュナとシオンには気づかれなかっただろうな。もちろんす。いらっしゃい、ルフのお姉ちゃんたち。元気だった？とても凛々しくて。あのちょっと待って、君。もちろんよ、私が先よ。ぽよよんしてる。スライムさんのお友達ね。大歓迎よ。お世話になるっす。そういうわけだったのか。せやねん、さすがに人前でみるみる日焼けするわけにもいかんし。まあ、寝たら元に戻るんやけどね。それ、結局肌強いのか弱いのかどっちなんだろう。つい頭に浮かんでしまって、隠すのもずるいし。堂々と言うのが変態なの？いくら渚ちゃんが可愛くても、おっぱいも大きくて、いい体してて、何のお世話かしら。今日は俺まで呼んでくれて嬉しいよ。ゴブタちゃんすごい。これぐらい全然余裕っすよ。そのグラス、とっても高価なものなの。Sora, it's not what it looks like. I swear. I'm just trying to get this stupid chain off. Look. しかし、
わずか8歳相手にムキになるお主もどうだ。ひん、俺は育児なし嫌いなんだバカ。やめーと言うておろうが。カズヤさんはよくやってくださってると思いますよ。なんかソーマってジュナさんにだけ態度が違うんじゃない？ああ、それは私も感じますな。もしも割ってしまったらゴブタちゃんの体で支払ってもらおうかな。夜は楽しく老けていったのだった。酔っ払いどもめ。ほら、影山くん、あのヤサ男誰ですか？僕とても不愉快です。しかし宇宙人の私が言うのもなんだが、投稿するだけでこうも日焼けするとはにわかには信じがたいな。え、本当に海などではないのだな。ああ、うん、ほら制服の形に焼けとるやろ。女の私ですらちょっと変な気分になるけど、でもだからこそダメ。分かっているよ、二股自体俺の都合の押し付け。その上サキちゃんが嫌がることまで望むなんて。ほら行くぞ。お手伝いしましょうか。ああすみません。笑顔の裏側に激しいエネルギーを感じます。ゴブゾウが全て話してくれましたので。置いていくなんてあんまりです。あ、女、はいはい、はい、ももちゃんおいで。あ、もう猿のやつが。よしよし、なあ、離れろ。なんなのよ。エロミネ朝日よ、何故ぶたれたかは理解しているな。すみません。ここはシンプルにすみませんでした。腰を低く申しません。さらにスライムの可愛さで情に訴えかけて。はっ、なおや、エッチなことより3人がいい関係を築くことの方が大切だから。3は諦めるよ。口にしないで。しかし理解したぞ白髪陽子、君にとって日光とは降り注ぐ弾丸なのだな。親が親ならこの子だ。武士ってのは下心丸出しだな。本当、武士と書いてエロと読みたいほどに。しゅい、心外にござる。うわ、一週間シオンの朝ごはんで許してあげます。助か、短すぎる、へりくだりすぎる、情に訴えかけすぎる。はい、